火曜日に、はい、ミーティングレビューのことで、ということなんで、はいはいはい、自分たちで課題とする稽古、はい、と、自分の記憶とか、土日に試合があるので、振り返りを、検証をして、はい、で、はい、休養とともに、まあ、メニューを切り直していくっていうのも、言うのは簡単なんですけど、なるべく、考えさせて、というふうに考えています。なるほど、はい。今年はまたそれを考えれる台でもあるので。少し自分で考えれる台の方が、試合でも結果を残しやすいか。そうですね。うん、自己回転力イコール、試合の本番で自分で、やっぱり、ひらめいて技を出していく。っていうふうになると、本人の考えと私の考えと融合する場面がやっぱり一番いい状態なので、先日の選抜でも代表戦はやっぱりそれがうまくマッチして、いい、まあ、結果が出てます。なるほど、はいはい、追い込みね、切り返し、あとは大きく面倒ね、面打ち、連続面打ち。まあ、小手面までやったかな。ね、小手面までやったけれども、そんなにスピードや速さを求めてるわけじゃないでしょ。ね。しっかりと、適切な間合い。間合い。で、パス字正しく、ね、打突部位を、ね、捉えて、有効打突を連続して出していこうっていうことが一番大事。ね。で、それが、初立ちの面と、最後の面が変わらない。特に最後はもっと出していく。ね。それを心がけていくと、どんな場面でも有効打突を出せるような選手にやっぱなっていくと思うんだな。そこがやっぱりまだ踏み込みが甘かったり、最後、スーッと流してしまったり。ね。できる稽古じゃなくって、やっぱり、もう、使える稽古をしていかないと。試合に。いい？追い込みができます。で、丸じゃない。な。試合に直結するやっぱ打突を、使える打突をどんどん出していくんだ。ね。そういう高い意識でやっぱりやらないと。ね。無駄な稽古になってしまう。いいですか？はい！今日、洋次郎すごくいいよ。はい！うん。ね。そういうところをもうちょっと全体で上げて。ね。大きく面でもいい。連続面でも構わない。小手面、連続でも構わないから、もう一回。ガーッと上がっていけるように。ね、やり直しをします。いいですか？はい！はい。